平和大通り、平和大通り、平和大通りは、広島県の広島市中心部を東西に横断する、約4キロメートルの通り。別名、100メートル道路とも呼ばれる。全線が、広島市道碑地産交互線に指定されている。1965年開通、平和大通りの名は1951年公募で、決定した。 日本の道百選の一つであり、沿道の広島平和記念公園と共に、都市景観百選に選ばれている。別称、百メートル道路の通り、道路幅が100メートルある道路である。太平洋戦争末期に整備された、防火帯、疎開道路の一つに、戦後すぐの日本政府方針である、戦災復興都市計画から派生した100メートル道路計画が、実施されることになり、 それに、国際平和文化都市として発展していく、広島市において象徴化していった、公園道路、ブールバールである。1946年10月、広島復興都市計画が立案した時に、平和公園、貸し緑地等に、目玉プランとして組み込まれたものであり、今日における、広島市都市計画の基礎となった、広島平和都市建設計画が1952年3月、 実案した際にはこの道路が市内における道路計画の基本軸となった。なお100メートル道路計画が実現したのは、ここと名古屋市の若宮台2、久屋台2の3例のみである。一部で言われている GHQ が戦後焼け野原となった、広島の地図上に一本の線を引きこに100メートル字ができたという話は間違いである。広島市道線の一部を構成し、 西端が大田川放水路西、東端が京橋川東までで、大田川が形成した広島三角州の中央を東西に貫く。つまり川に挟まれた内側ではなく外側までであり、西端が西区小井の新小井橋西詰め交差点、東端が南区七山の鶴見橋東詰め交差点である。その先には西は西広島駅、東は七山がある。 市民が用いる生活道であるとともに平和公園へ訪れる観光客が用いる道であり多くの人々が通行する毎年5月3日から5日に催される平和の祭典広島フラワーフェスティバルの会場にもな、いる2000年代に入り平和大通りリニューアル事業として再編が進められている正式名称は日本語表記で平和大通り 100メートル道路は通称である。ラテン表記では、ピースブルバード、ピースブールバールで、英語読みのブールバードではなく、フランス語読みのブールバールを用いている。計画当初は100メートル道路と呼ばれていたが後に、公募で平和大通りと正式決定した。ラテン表記は、以前の道路標識や観光資料などでは、ローマ字表記である、平和踊りアベニューが使われていた。 観光立国推進基本法施行以降の国土交通省外国人旅行者の受け入れ環境整備事業などより表記が協議されピースブルバードに統一されあるいはピースブルバード平和踊りと併記するようになっているそのため2013年現在でピースブルバードが市民に定着しておらず未だ観光案内資料などでも平和踊りの単独記載しているものもある以下 2015年1月8日付中国新聞特集記事をもとに記載する古代この地は海であった現在平和大通りと小井城通りの交点付近にある白上社の岩礁には当時高校の目印として白紙が建てられていた陸地が形成されたのは中世以降で大高は上流部で盛んだったたたら製鉄でのカン流しにより大量の土砂が 下流に流出し堆積したことで形成されたもので、1500年代後半、戦国時代後半から安土桃山時代には、現在の平和大通り付近が海岸線となった。この頃、広島城が築城され城下町ができ、以降の土地開発によりさらに南に陸地が伸びていった。海岸線付近に位置していた白神社そばの地に、1594年、文禄3年、 安国寺駅によって、新安国寺、後の国体寺が創建、その後様々な経緯で移転し、現在は旧国体寺あたご池として沿道にその面影を残す。当時の城下町は、現在の平和大通り付近が城下町の南端の基軸になり、城を基準に五番目上に通りが配置され、それを繋ぐいくつかの障子ができたものの、 広島藩政時代は防衛上かつ防犯上の理由により橋の架橋は制限されており、現在の平和大通り付近にも通りあるいは工事が存在市場から伸びる運が、川には橋が架けられたが大きな川には橋は蹴られなかった。城の南の中央を縦断する西道川、は、現在の小井城通りには西道橋という橋があったが現存しておらず、現在は NHK 広島放送局前の沿道に西道橋跡としてモニュメント化されている。その東には平田屋川、現在の並木通り、地蔵通りがあり、そこには竹屋橋という橋があったが現存しておらず、その橋の傍らにあった地蔵が別の場所に移されたのが竹屋地蔵村として平大通りと地蔵通りの交点付近に現存している。 明治時代以降になると佳境規制は解かれ、鶴見橋、当時は、歩道橋、新橋、現在の平和大橋、新大橋、現在の西平和大橋、広島電鉄本線の鉄橋、新小井橋三章が架けられたが、天馬川には橋は架けられなかった。当時の地図でもわかる通り、この時点では一本の道ではない。広島において、 近代的な道路計画が立てられたのは、都市計画法、旧法施行後である1928年、昭和3年で、この際に、後の防火帯つまり、平和大通りの原型となる道路、当時の路線名不明が鶴見から小井城通りまで、計画され、1940年、昭和15年都市計画ではそこから、新大橋まで延伸する計画が立てられた。また、 1927年、昭和2年には、洪水被害軽減のため大田川全域の改修計画が立てられし西側の山手川、福島川を改修し、放水路を整備する、つまり、大田川放水路整備計画が決定し、現在の平和大通り生誕にあたる福島町の大規模な開発が始まった。1937年、昭和12年防空法制定。 広島市でも防空体制の充実が図られるようになる。太平洋戦争末期になると、戦況の悪化により、アメリカ軍による本土空爆が激しくなっていった。そこで、市外での炎症を防ぐため防火隊を設けることになり、建物疎開が全国で実施される。1944年、昭和19年11月、広島市において建物疎開実施が決定し、内務省により、 疎開地区が決められ、国民義勇隊や学童勤労法師隊、学徒動員により作業が行われた。現在の平和大通りにあたる道は、この時に鶴見町から福島町を結ぶ全長3,570メートル福院100メートルの防災道路として計画されたものである。現在の平和大通り周辺の約1万6000個の立ち退き作業が行われ、 上の空中写真の通りほとんどを終えていた地区もあり、防火台の中央は幅20メートルほどの砂利道として整備されていた。1945年、昭和20年8月6日8時15分、アメリカ軍の投下した原爆により右の被害分布図や被爆後の各写真から、原爆の前では防火帯として全く意味がなかったとわかる。 一瞬で全死に燃え広がったわけではなく、六角時頃から拡大しその後十四時まで勢いよく燃え広がり夕方には衰えたが、三日間燃え続けた。それでもこの防火帯の中央付近は火が及ばなかったため、多くの人がこの道から七座に向かって逃げていった。当時、風は南西方向から吹いていたため、爆心地付近でかろうじて生き残った多数が火を逃れる。 ため、風上にあたる西あるいは南へ逃げ、一部が東である七三方面へ逃げている。防火帯に存在していた橋としては新橋が消失したが、鶴見橋、新大橋、そして現在の平和大通り生誕にあたる広島電鉄本線の鉄橋は脱橋しなかったため、避難路となった。またこの日は第六次建物疎開作業中で、 この沿道に限れば鶴見橋西側付近、広島県庁付近、現在の中島町、加古町、土橋付近の3カ所、その他広島市役所付近、八丁堀付近、電信帯付近、現在の七山、本町、楠木町で行われていた。学徒動員は、この沿道を含めた全体で、約8200人が動員され、うち、約5900人が死亡した。 国民義勇隊は明快な資料が残っていないため、推定ではあるが、同様にこの沿道を含めた全体で、約1万1600人が動員され、うち約4600人が死亡した、県社会援護下推測。疎開地点でもあり、基地材への避難経路だった鶴見橋両岸は、生産を極めた。以下、この沿道に限った、被爆当日における建物疎開の動員状況を、示す。 同1945年9月には大型の枕崎台風、同年10月には悪ネ台風を伴って豪雨が広島市内を直撃し、さらに被害は拡大した。1945年昭和20年12月、戦災復興都市計画基本方針が閣議決定される。この中で以下の規定が盛り込まれた。こうして、 全国で百メートル道路が計画され最大で二十四路線、九百四十七年時点が立案した。広島市の復興は、木原七郎寺井で浜井晋三が、広島市長となり、中国地方を統括したイギリス連邦占領軍から、ハービーサテン少佐、医学、公衆衛生及び、SA ジャビー少佐、都市計画そして、メリカ軍ジョンデ D モンゴメリー注都市計画が、 復興顧問に就任し、1946年、昭和21年1月広島市復興局が設立、同年2月に復興審議会が設立されると、広島の復興プランが市民や国内外の指揮者から少なくとも30以上提唱された。その中の一つである、戦災復興院の移行を受けて、竹重定造広島県都市計画課長が練った都市計画、 広島県都市計画会立をベースに、復興審議会での諮問の中で、ターンのアイデアを取り入れ、同年10月、広島復興都市計画として立案した。100メートル道路計画は、平和公園、広島平和記念公園と、大高和水系各支線の川辺を緑化する、貸し緑地とともに、目玉プランとしてこの中に組み込まれたものであり、この時点では、以下の二路線であった。 同1946年11月、この計画に、戦災復興院、食卓であった丹下健造が参加し具体的に進められていった。まず工事が始まったのは、七三交互線からであり、同年11月聖地が始まり区画整理が進められたが、他の復興事業とそれに対する人口の不足、そして財政難でなかなか進まなかった。そこへ、 浜井市長ら関係者の尽力により1949年、昭和24年8月、広島平和記念都市建設法が、連合国軍最高司令官総司令部、GHQ お墨付きで交付、復興事業が進むようになった。また海外からの支援もこうした、復興の手助けとなり、例えば、新橋と新大橋、後の平和大橋と、西平和大橋は、 米国対日援助見返り資金特別会計によって、加強されたものデるこの間、復興審議会での論議と、平和記念都市建設法成立を経て、今後の広島の方向性を明確なものとした、広島平和都市建設構想が確立し、復興都市計画をベースに、新たな都市計画、広島平和都市設計画が作成されていった。一方で国内で、 最大24路線計画された100メートル道路ではあったが1949年ドッジラインに基づく緊縮財政を理由にほとんどがとんざした。広島においても100メートル道路は平和公園とともに計画当初から住宅難に悩む市民にとっては不評だったこと。2路線のうち弟子塩今後線は復興都市計画立案当初から整備する意義が 不明瞭であったた否定的な意見が出たことから、後に立案した広島平和都市建設計画では、七三交互線は100メートル道路のままであったが、手中交互線は福音30メートルに縮小されている。1950年、昭和25年市が公表した、広島平和都市建設構想市案には100メートル道路を平和緑道と過称したことに加え、以下の文面が記されていた。 1951年、昭和26年工事中の100メートル道路の名称を公募し、平和大通りとなった。合わせて、平和大橋、西平和大橋も名付けられた。1952年、昭和27年3月、広島平和都市建設計画が立案。この時から、平和大通りが、市中心部での主要道路配置の基準軸となった。同年には、 平和大橋、西平和大橋完成、1953年、昭和28年平和大通りにとって3番目の橋となる緑大橋が完成した。こうして、100メートル道路は復興計画から平和都市建設構想へと移行する中で2路線あったものが1路線となったが、その構想を推し進めようとした、浜井町以下広島市の強い意志が働き、平和大通り工事は、 進んでいった。1955年、昭和30年発売した、大田洋子の小説、夕なぎの街と人と、1953年の実態の中で、登場人物の一人が、当時の復興事業を語っている。平和大通りや平和公園建設のため半ば、強制的に立ち退きを迫られた住民にとって、この通りは相変わらず批判の的であった。 これが顕著となったのが1955年、広島市長選挙で復興事業を進めていた現職の浜井新三、革新に対し、対抗は渡辺忠夫、保守は公約に計画再検討を掲げ、100メートル道路の福井を半分にし住宅を建設するとぶち上げた。結果、1947年から市長を2期務めた浜井は落選。 渡辺が新しい市長に就任した。渡辺は公約通り進めようとしたが、市の幹部や道路担当者に説得され、とんざ、結果平和大通りはそのまま工事が進んでいった。平和大通り改修を諦めた渡辺が次に行ったのが、凶牧運動である。これは、平和大通りのグリーンベルト部分の緑化キャンペーンであり、県内を問わず全国レベルで食事を呼びかけた。 この呼びかけに、廃墟の街に緑をと、世界レベルで応じてもらうことができ、1957年、昭和32年から1958年、昭和33年にかけて行われ、多くの木が植えられた。広島市の公式発表によれば、1957年に、高木約1200本、1958年に、高木約1300本、その他低木も、多数植えられた。 こうして、当初は歓迎されなかったどころか存続の危機さえあった100メートル道路は、強牧運動を経て緑化が進み、広島が国際平和文化都市として成長していく中で、象徴の一つとなっていった。東端である鶴見橋は、被爆に耐えた木橋の歩行者専用橋であったが、1958年、昭和32年再び木橋の歩道橋に、掛け直された。なお、 この橋はこの後も歩道橋のままつまり、平和大通りは、東端、京橋で、車両は、とかできず、道路橋となり、車両が通行できるようになるのは平成に入ってからで、ある。そしてこの工事で最後の難所となったのは、西端の福島町である。この地区は、戦前からの大田川放水路工事により、大規模な土地区画整理と、河川改修に伴う新行為強化橋。 戦後乱立したバラックの強制退去、そして漁業権問題からの放水路工事、反対運動で工事が一旦ストップし、これに国、建設省、県、市の事業が同時進行していたことも相まって幾重にも問題を抱えていた。諸問題が解決し1955年、昭和30年放水路の工事が再開したものの、1962年、 昭和37年時点でも福島町の埋め立て工事が進行中だったため、平和大通り工事は未着だった。その後工事は順調に進み、1965年、昭和40年、大田川放水路の通水、新小岩市竣工、そして同年5月平和大通りは全線開通した。1965年、昭和40年10月、自衛隊、 発足15周年記念として、第13師団下月式が初めて行われた。市民団体による反対運動の中、市長の浜井晋三は、道路使用を許可し、鶴見橋から西へ進み、白上社前まで行進、反対側の市民感情に配慮し、平和公園前までは行かなかった。参加隊員1600人、参加車両は、戦車14両を含む190両、 市民約3万人が見物した。翌1966年、昭和41年も、同ルー都で行われている。1975年、昭和50年、被爆30年目にあたり変化があった。8月6日、広島平和記念式典で、平和公園前900メートルが初めて車両、通行止めとなった。そして、生となる鎮魂の式典に対し、銅となる。 華やかな祭りで平和と生きている尊さを喜び合おうと大規模な祭りの構想が地元市中国新聞社や地元自治体市長などによって考えられている。そこへこの年のプロ野球において地元広島東洋カープが球団創立25年目にしてセリーグ初優勝を果たした。と同時に球団主催で優勝パレードが企画された。当初広島県警察は 否定的であったが勢いに押され了承。優勝決定から5日後にあたる10月20日にし、観音町、原西区からと中町、厳中区までの 2.7km でパレードが行われた。沿道を人が多い、約30万人、県警発表が詰めかけた。この後、広島東洋カープの小畑氏監督は、広島市の荒木武一町と対面した際に、広島には大きな祭りがない。 ぜひ作ってほしい。と懇願した話がある。こうした流れから宮沢博士県知事、荒木市長、山田勝彦広島商工会議所会頭らが会談を行い、1976年、昭和51年9月市民の祭典、広島フラワーフェスティバルが開催が決定され、翌1977年、昭和52年から毎年開催されるようになった。そして、 フラーフェスティバル開催以降、平和大通りは、広島のシンボルロードとして認識されていった。1960年代のモータリゼーション以降、市中心部での交通網再編が始まり、軌道系交通機関の計画が検討され、そのいくつかで平和大通りの地上をないし地下に通す、ものが考えられた。以下計画されたものを列挙し、詳細は、当該リンク先を参照。 平和大通りの将来像については、早い段階から案が出されていた。例えば1979年、昭和54年史の依頼で、丹下建造都市建築設計研究所が出したものでは、通りの中央部分を緑地帯として集約し、両外側の側道を拡幅し車道として用いる構想が考えられた。また、東端につながる広島市道七三市のの目線が整備。 されていく中で1990年、平成2年には、東端の歩道橋である鶴見橋が道路橋として、掛け替えられ、車両が全線通行可能となった。1995年、平成7年被爆50年目にあたり、平和大通りの将来像について協議された。その中で平和大通りの課題がいくつか浮かび上がった。2002年、平成14年、 平和大通りリニューアル事業を広島市が公表した。人間尺度を尊重した使い勝手の良さ、道路と一体化した街並みの形成、美しい風景作りをテーマに掲げ、中央部では、車道部の拡幅とバスレーン、自転車道を配置し歩道を除外、緑地含み地部では、周辺環境と一体となった環境を整備する。橋梁部は、掛け替えで進められていたが、平和大橋。 西平和大橋は現状を残し外側に歩道橋を新設する方針で進んでいる。戦前の都市計画を踏襲した広島復興都市計画によって計画された通り、つまり、あいおい通りや小異常通りなど戦前から整備された通りとともに、近世から近代における広島の中心施設である広島城をもとに五番目城に配置され、 その後に成立した広島平和都市建設計画においてはこの道が軸となって市内中心部の主要道路は5番目上に配置された。こうした経緯から広島の主要道路は城を基準にほぼ5番目上に配置されるようになった。中央道路の両サイドに幅約20メートルの緑地帯、その外側に福道を設ける。中央車道、福道ともに歩道がつき、 副道の一部は、市営有料駐車場として整備されている。大きな交差点には左折レーンを設けている。西端のみ中央車道に、広島電鉄本線が通り停留場がある。舗装は、平和大通りが整備された当初は、コンクリート舗装でありその後も、部分的に残っていたが2010年代初頭に、全面アスファルト舗装となった。広電、本線、 広島電鉄エヴ線、広島電鉄宇な線の軌道部分はコンクリートブロック付設。緑地帯は市民の憩いの空間を形成している。特筆すべきは、広島平和記念公園と共に平和記念の意味合いを持っていることである。公園を設計した丹下健三、浅田隆大谷幸男、木村徳国のいわゆる丹下グループは平和大通りを 南端の横軸とし、そこから原爆ドームまで垂直に伸びる縦軸上に、平和の明かり、原爆死没者慰霊碑、公平和記念資料館を配置し、南北軸で、広島というドラマを表現し、原爆ドームをその頂点とすることにより被爆を受け継ぐ、証言者として、また復興の象徴とした。平和資料館は、形状は、平和大通りから公園へのゲートとしてデザインし、 平和大通りから原爆ドームを望めるようにした。そして平和大通りから平和公園へ導く橋はイサムノグチが広島の過去と未来を表現した平和大橋と西平和大橋。平和大通りの緑地帯には著名な造形家がデザインした慰霊碑やモニュメント、石道路が八十三箇所に存在する。以下主なものを純不動で列挙する。平和大通りの緑地帯は 単なるグリーンベルトとしてでなく、平和公園及び中央公園を中心に置き、南北に流れる大高和水系各支線それぞれの河川部を活かした河緑地と市内中心から見て、東側にある七山、西側にある恋の山々を東西に貫く平和大通りがそれらを繋ぎ合わせるという壮大な緑化計画の下整備されたものである。 この通りの樹木のほとんどが1957年、昭和32年から1958年、昭和33年にかけて、夢見る20年後の広島をキャッチフレーズにした、強国運動により植えられたものである。終戦後の広島は、被爆により荒廃した地、さらには、被爆により、原爆で攻撃された地域は70年監視に満ちる、70年、75年とも、 草木も生えないと、風評被害を受けた地で、緑とはこの地で生きていける証であり、復興の象徴、緑化運動とはそこから、平和都市へと進んでいく情熱であった。こうした考えで、凶木運動により植樹されたものであることから、平和大通りにある樹木には、立ち枯れや自然に倒木する以外ではほとんど手をつけてはならないという暗黙の了解が存在する。 平和記念のためモニュメントを設置する際に爆開したとしても問題に入れるほどである。樹木は全体で約二千本。ほぼ沿道前線に植えられているが、唯一広島平和記念公園前だけ植えられていない。市民団体の調査によれば、百五十種植えられており、多い種の順に、楠すのき系やき東海で百合の木白らし。外来種もあり、貴重な種がいくつかあるが中でも、 西関の町の夏目、白上社前、旧国体寺敷地のえのきムクノキクロネモチ仙壇、柿の木は現存する被爆樹木である。なお鶴見橋東沈めのしだれ柳は、被爆樹木だった仙台の木は2007年に越しし、現在のものは同じ根から新しく生えたものである。ハザードマップでは大規模な災害が発生した場合以下の区間で浸水する可能性があるとして、 注意を促している。下記表記のうち、内水氾濫とは、集中豪雨が原因で、排水処理が追いつかず、陸地に溢れるうつつ、外水氾濫とは、河川の氾濫により溢れる現象。また、この通りには、広島県道路交通渋滞対策部会が、問題視する主要交通渋滞箇所がある。この通りの沿道は全線で、景観性を配慮しなければならない。 この沿道には、高層ビルがいくつか存在しており、ほぼ1980年代から1994年、広島アジア大会の間、つまりバブル景気の時期に竣工したものである。またこれらは、通りの北側に集中していることも特徴である。この沿道は高層及び中層ビルが立ち並ぶ、ビジネスゾーンであり、ホテルや商業店舗が並ぶ。ただ主要交通手段が、 バスだけであるというアクセスの問題から、愛いおい通り周辺と比べ発展しているとはことがない。こちらも、中層ビルが並ぶが、西に行くにつれ住宅街になる。工事中だった1950年代、さらにモータリゼーションが始まる1960年代後半まで、ガラガラだったこの通りではその中央で様々なイベントが開催された。1950年代木下大サーカスが興行を、 行った。1958年には、広島復興大博覧会の会場として用いられた。1965年頃まで、エスキーテニスのコートもあった。平和大通りは、これらスポット的なイベントを除けば、これまで緑地帯の中にストリートファニチャー、ベンチなどの街具などを設置して、憩いの場として利用しているに過ぎなかったが、1975年、昭和50年に、 広島東洋カープがセリーグ初優勝を飾ると平和大通りで縮小パレードが30万人もの広島市民が参加して盛大にも様された。これを機に1977年昭和52年から国際平和文化都市広島を象徴する新しい文化行事広島フラワーフェスティバルが毎年5月3日から5日の3日間行われるようになり平和大通りは 毎年150万人もの人手で賑わう地域文化交流の場として利用されるようになった。また、実現は叶わなかったが2010年、平成22年に広島オリンピック構想が起案された時はマラソンと競歩の会場として想定されていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。